僕光明は在日韓国人の元男性総合格闘家。日本静岡県出身。元ワン FC 世界ライト級王者。元シュート館太平洋ライト級王者。切れ味あるテイクダウンとボクシング仕込みの打撃が武器。在日韓国人であり、韓国名はパクガンチョル。2000年4月2日、青度会館所属として K1 モンスターチャレンジ2000。 重量級に出場し、準優勝。5月5日、第11回全日本真空手動選手権大会、重量級に出場。1回戦で、小野寺茂雄と対戦し、延長の末判定負け。2001年9月24日、全日本アマチュアシュート選手権ウェルター級に出場。決勝で内村よおのれに一本勝ちし、優勝を果たした。 2001年11月26日、プロシュートデビュー戦で、マーグ・ドゥンカンと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2003年2月6日、シュートで石田光弘と対戦し、判定負け。2004年に1月24日、シュート間太平洋ウェルター級王者決定トーナメント1回戦で、八チ公平と対戦し、判定勝ち。2005年に1月29日、 シュート間太平洋ウェルター級王者決定トーナメント決勝でカミナリアンボーと対戦。打撃で優勢に試合を進め判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。2005年9月7日、初参戦となったヒーローズのミドル級、トーナメントリザーブファイトでエルメス・フランカと対戦し、2から0の判定勝ち。2006年8月5日、ヒーローズで アレッシャンド・リ・フランカノ・ゲーラと対戦。1R はやや劣勢に立たされるも 2R 以降は打撃で追い詰め判定勝ち。11月10日、シュートで戸ガシ・健一郎と対戦予定であったが、右ヒー負傷のため欠場となった。2007年3月17日、ケージ・ホースに初参戦しライト級王座決定トーナメントに出場。ケージ・ホース02の1回戦は、 ギャルッコラート巻きにマウントエルボーで TKO 勝ち。6月9日、ケージフォース03の準々決勝では、デイビッドガードナーに3から0の判定勝ち。9月8日、ケージフォース04の準決勝では、三岡 A22 から1の判定勝ちで決勝進出を果たすも、12月1日のケージフォース05。 で行われた決勝では、アルトゥール・ウマハノフと対戦し、判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2008年3月15日、ドリーム1のライト級、グランプリ1回戦で、ヨアキム・ハンセンと対戦し、判定負け。2009年1月18日、シュートで関体平洋ウェルター級王者のエンドウ、ユースケとノンタイトル戦を行い、判定1から0で引き分け。 5月10日のシュート20周年記念大会では、植田優にパウンドで TK を勝ち。9月22日には、艦隊平洋ウェルター級チャンピオンシップで遠藤と再戦し、スリーパーホールドで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。2009年11月23日、シュートで行われた、シュート VS パンクラスの対抗戦で、坂口育夫と対戦し、 カウンターの左フックで失神子勝ちを収めた。2010年1月30日、日本初開催となった、キング・オブ・ザ・ケージで、トニー・ハービーと対戦し、判定勝ちを収めた。2010年5月30日、シュートで、小山義弘と対戦し、3から0の判定勝ち。9月23日には、シュートで田村響と対戦予定であったが、 右膝内側側腹人体損傷により欠場となった。2011年1月10日、シュートで改めて田村響と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2012年10月6日、1FC 初参戦となった 1FC6 の初代ライト級王座決定戦でゾロバベルモレーラと対戦し、3R にアッパー連打で TKO 勝ちを収め王座獲得に、 成功した。2013年4月5日、1FC8 の世界ライト級タイトルマッチで、青木真也と対戦し、ニアールにリアネーキドチョークで一本負けを喫し大座陥落した。試合後に、方が蛇に睨まれたカエルのように動けなかったと語ったほど、一方的な青木ペースの試合であった。2015年5月31日、 フェザー級転校初戦となったパンクラスでキャリア7戦全勝の牛久健太郎と対戦し、グラウンドの肘打ちで TKO 勝ちを収めた。2020年11月21日、大臣25で白川陸人と対戦し、TKO 負け。2020年12月22日、クレイジー B ーで同門だった八千祐介の YouTube チャンネルにて正式に引退を発表した。 ありがとうございます。